はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。また、実家におります。今回は、俗に言う情弱ビジネス発信者。うさんくさい情報商材を販売したり、情報商材の売り方を販売することによって、カモを集めて一時的にお金持ちになっていい気になっているやからですね。彼らが、二つの投稿、すなわち、札束見せびらかし投稿と私は言っているんですが、お金持ちであるっていうことを過度にアピールしたり、お金を稼ぐのは簡単だ。月収 万円ななんてこうすれれば簡単になれるよみたいなことを下り顔で話すような投稿ならびに俺的ビジネス論ビジネスとはこうだみたいなことを簡単に言えばそこら辺で売っている自己啓発本の見出しを適当に引っこ抜いて自分が思いついたことのように話しているだけにしか見えないんですがそういったひそう上滑りな表層だけの俺的ビジネス論をドヤ顔で言いって投稿しているのかなぜそういうことをしているのか っていう話をさせていただきたいと思います。先に結論から述べますと、自分の虚像を構築するビジネスだからなんですね。 それは言わずもがなだと思います。元々の自分の実力はこのぐらいちっちゃいものにもかかわらず、自分の虚像を本来の自分よりも何倍も何十倍も大きな虚像を構築することによって、一言で言えば、すごそうと周りの人に思わせて、多くの信者をかき集めて、信者からお金を巻き上げる。 その結果、さらに一時的にお金持ちになるので、さらに下り顔で生きて投稿を続ける。虚像をどんどん膨らませていくっていう状況になるわけです。なぜ虚像を構築し続けるのかっていうことは、一向に値することだと思います。虚像を構築した人って、さらにその後もどん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 嘘で嘘を塗り固めていくように、自分の虚像を膨らませていく、膨張させていく傾向があるわけなんですね。 本来の自分がこれだけ実力ない人間だっていうことを実はわかっている。 心の奥底で分かっていてそれに対してものすごく不安感を感じているんだと思うんです。自分は本当はこんだけ弱い人間なのにちっちゃい人間なのにこんな大きな人間ですごい人間だっていうことを前面に押し出してそれでようやくお金が稼げた状態なので実業の対義語として虚業っていう言葉がありますけれども典型的な虚業を行っているので自分の根っこに核と芯と軸と,軸と 自信を持てないような状況に陥ってしまっているわけです。ある種、ブラック企業のワンマン経営の社長が自己愛性パーソナリティ障害気質ですよ。 彼らがそうだって具体的な病名で言うのはあまり良くないことですので決めつけるつもりはないんですがそういった気質になってしまっている人と同様自分の虚像を構築してビジネスを行うっていうことは自分の実像と虚像の帰りに実はすごい不安感を感じていると思うんですねそもそも彼らはプライドだったりだとかそういったものがものすごく高いかつマズローの欲求5段階説で言う承認欲求っていうのは がもののすごく強い人たちだと思うので自分の弱いところをさらけ出すっていう行動には絶対出ないんです。じゃあどうするかっていうと不安だからこそさらに大きな巨像を構築する。不安だからこそ何かしらのステータスっていうのを自分に付与しようとするわけです。じゃあそのステータスって何なのかっていうとお金なんですよ。 お金は原子力と同じで強大なパワーを持つ一種のツールだと個人的には考えています。原子力を発電に使ったら我々の生活がものすごく便利になる。とても素晴らしいものだけれども、広島、長崎に落とされた原子力爆弾のような使い方をしてしまうと多くの人を殺めてしまう破壊的な殺人ツールに陥ってしまうわけですね。原子力自体にパワーがあることは 誰しもが認められることであるように、お金、それ自体にパワーや魅力っていうのはあるわけじゃないですか。ぶっちゃけた話、この世のほとんどの悩みっていうのは、お金があれば解決することって少なからずあると思うんです。よって、自分自身に自信がないから、自分の稼いだお金がこんなにたくさんある。要するにお金に依存してるってことですね。お金に頼って、 お金が自分の代わりに自分の箔をつけてもらえると思い込んでしまっているので自分が持っているお金をアピールすることによって手っ取り早くその不安を解消しようという方向に走っていってるのではないかなと思います自分の代わりにお金を使って自分の凄さを見てくれだけですけれどもアピールすると同時に自分自身も 本当にすごい人なんだよっていうことを、俺的ビジネス論を吐くことによって、空虚な壺のように外側だけ固めていく、外側だけ固めていって内側に何もないようなご自身の生き方っていうのを選択されているのかなって個人的には思っちゃってます。後半戦になるんですけれども、そういったうさんくさい人に対して、うさんくさいなって思う人もたくさんいらっしゃると思うんですよ。 でも、騙される人というか、すごいなって思って近づいてカモになっちゃう人もいるじゃないですか。なんでそんなことが起きるのかっていうと、大日成長期、思春期の頃、要するに中学生とか高校生の頃を思い起こしていただければそこに答えがあると思います。ちょっとサッカー部とかで中途半端に生きっている微妙な不良みたいな男子って ものすすすごくくモテたじじゃないいですかあれと全く同じことだと全同こだ思いますちょっと生きてたりだとか、強い発言をしたりだとか、挑発的なことを場合によっては言ったりだとかする。それがかっこいいってやっぱ思っちゃうんですよ。思っちゃう人たちっていうのは特に若い人たちでいるんじゃないかなっていうふうに個人的には思うんですね。お金がない時に、笑おもすがる思いで、 短期間でお金持ちになりたいなって思ってしまう人っていうのは自分含め過去の自分含めたくさんいるわけじゃないですか。実際はそんな短期間でお金を稼ぎ続けられるようなビジネスなんて本来は存在してないんですよ。三方よしの堅実なビジネスの中では。なぜならば、 単純な話ですけれども、土台を培うのでも半年一年ってかかるわけですよね。そこを3ヶ月で月収100万1000万になるっていうのは何かしらの不自然な状況になっちゃってます。 助長っていう言葉がありますけれども、トトロじゃないんだから、ぐん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 こんなよくわかんないまじないをしたら翌日に大木になるなんてことはありえないわけなので、本来はしっかりと礎を築いてから地味に地道に進めていく必要があるわけじゃないですか。二足三門の情報商材を何十万だって一ビって売って、それで一時的にお金が入ると、 自分の本体はこんだけちっちゃいんだけれども、先ほど申し上げた通り、お金というこんなパワーを手に入れたわけなので、自分もこんなに大きくなっちゃったと誤解してしまう。誤解してしまったが最後、よりうさんくさいビジネスの権ンになると言いますか、侵食されてしまって、そういったビジネスでもいいんだって思わざるを得なくなってしまうんですね。 うさんくさいビジネスでお金を稼ぎましたっていうことを認めてしまうと自分がこんだけ自分のことを誇張してきた虚像が一気に崩れてしまう自分にただでさえ本来は自信がないにもかかわらず本当に自信がなくなってしまって自分の生きる価値なんて感じられなくなってしまうのでそれが恐ろしくて恐ろしくて仕方ないからもううさんくさいビジネスをうさんくさいビジネスじゃないと言い張るような生き方しかできなくなってしまうんじゃないかなと思います ノモスユーチューバーの方たちいらっしゃるじゃないですか。彼らがそういったうさんくさい情報発信者について叩いている。そういったことを言ったって何の生産性もないんだっていう人いらっしゃるんですよ。うさんくさい情報ビジネス、情弱ビジネス発信者の人たちを批判したところで、その人たちが変わるか。 構成するかっていうと、おそらく変わんないと思います。なぜならば、そういうことを言われ続けても変わらなかったから今の彼らが存在しているわけじゃないですか。周りから指摘されて、あ、そうだな、こういう稼ぎ方は間違ってるっていうふうに自生自解して変われるような人間なのであれば、そういう状態には至っていないわけですよね。 よって、もうそこまでうさんくさいビジネスっていうのを突き進んでいってしまった人は、批判されても変わらない人だから、そんだけ集体を晒している状況、もう集体の塊みたいな状況までなってしまっているので、その人たちに今更変われと。 批判して指摘して改善してほしいななんて言っても人は変わらないですから容易にはなので意味がないだから不毛な生産性がないっていう意味なのであれば合ってると思いますただそういった人たちに近づいていきそうになっているような方々まだネットビジネス界 に対しては、未熟な方々にとって、ものもすけユーチューバーの存在は、私は有益だと考えています。俺はこんなに稼いでるんだ、すごいだろう。今すぐ俺と一緒にビジネスやろうぜっていう方に、うわーって行きそうになった時に、いや、 彼のやってるこの手法はおかしいんじゃないかっていう声が少しでも届いたら少なくとも天秤にかけてそのビジネスが良いか悪いかっていうことを考える多少の余地ができると思うんですよ。結果的にどちらの方向を進んでいくかっていうのはそもそもうわーってなびいていってしまう人は焦燥感にかられていたりお金がなかったり今の人生自分らしくないと思ったり自分の居場所はここじゃないというふうに今の会社だったり仕事だったり立場 に関しししててててもののすごく鬱憤が溜まっいいいるうつうつとしているるうもうとと悶状況なので正直思考能力っていうのは低下している段階だと思うんですね。情動的になっていると人の思考能力は低下します。どんなに聡明な人でもお金がないだとか焦っているだとか自分に対してものすごく不満を感じていたりすると正常な判断ができなくなってしまうので どれだけ声が届くのか、声が届いたとしても、どれだけ天秤にかけてしっかりと精査していただけるのかはその人によりけりだとは思うんですが、少なくとも逆の意見をはっきりとおっしゃるっていうこと自体は、ものすごく有益なことかなと思います。ただ、物申す系 YouTuber の方たちもどうすぎてしまうと、どんなに正当な批判、真っ当な批判であったとしても、その真っ当な批判をあまりにもし続ける人っていうのは、批判をしている対象人 人物以上にらししく見えてしまうっていう言葉もあるくらいなので、どの程度まで批判をするのか、どこまでまあチクチク言うべきか、どこら辺で切り上げるべきか。 っていうのは考えなければいけないですよね。繰り返しになりますが、ここがおかしい、ここがおかしい。だから変われみたいなことを言ったって、変わらないからこそそこまで突っ走ってきた。変わらないからこそ突っ走ってきたからこそ、一つや二つ指摘したところで、500個ぐらいうさんくさいことやってるので、2個ぐらい改善したとなったら、残り498個も改善しないといけないって話になっちゃうので、そんなことするわけないじゃないですか。っていうことを勘案すると、批判してる対象の 人物が改心するを終着点にしようと思ったらそれはぶっちゃけ不毛ですエンドレスになってしまうのでその人に対して批判するっていうことを主目的にするのではなく私はこの人のやり方がおかしいと思って正しいやり方はこういうやり方だと思うっていうことを視聴者さんに訴えかけることによって で、この人に文句を言うのではなく視聴者さんにこういうやり方もあるんじゃないんですかこのやり方はおかしいからこうした方がいいんじゃないですかという選択肢を与えるという感覚で進めていくようなもの申す系の YouTube っていうのが一番いいのかなと個人的には思っています。最後までご清聴くださりありがとうございます。失礼いたします。